体温計について20世紀前半までの事情をお話しします。新型コロナウイルスの流行が続く中、手洗い、マスク装着に加えて体温測定が個人の健康管理の重要項目になっています。飲食店では入り口で体温測定が求められます。体温によるスクリーニングが私たちの日常になってきました。では体温測定の特徴は何でしょうか。手洗いは流水があればできます。マスクは購入できなければ自作することが考えられます。しかし体温計の場合、自作は無理で購入する必要があります。今年2020年は体温計も一時は品薄になりました。現在は1000円以下でも電子体温計を購入できます。以下では体温計の歴史をお話しします。まず出発点としてのナイチンゲール、看護の覚書1859年を引用します。注意深い看護師は常に病人に目を注ぎ続けているが、とりわけ体力のない患者、病気の長引いている患者、衰弱した患者などの場合には、体熱の産生能力の低下がもたらす結果を用心して見守る。ある種の病状においては、健康時よりも体熱の生成がはるかに少なくなり、体温を保持するために体力を要求されるので、生命力の衰弱は刻々と進み、ついには死の天気を取ることさえある。このような事態が発生した場合には、1時間ごとに、いや1分ごとにと言いたいくらいであるが、細心の注意を持って看護に当たらなければならない。患者の足先やすねに時々手を当てて温度を確かめ、冷え込みの兆候を見つけた場合は、その度に湯たんぽ、温めたレンガ、温めたフランネル地などをあてがい、同時に温かい飲み物を与えるなどして、体温が回復するまで手当てを続けなければならない。さて、ナイチンゲールの時代、体温計はどうなっていたんでしょうか。看護の覚書は1859年に出版されました。この本が出版された8年後、1867年にトーマス・アルバートが小型の医学的な体温計を開発しました。アルバートによる体温計は6インチ、ほぼ15センチ、5分間で体温を測れたとされます。では看護師が病棟で普通に体温計を使い始めたのはいつ頃でしょうか。図に示すのは1900年当時、カナダで看護学校の卒業式にプレゼントされていたというシャトレーヌです。看護師に必須のアイテムを吊り下げたとされ、ペンナイフ、鉛筆、マッチケースなどとともに体温計ホルダーも含まれていました。次は明治中期、日本の体温測定。明治から大正にかけて活躍した教育者、下田宇多子が1893年に出版した女学校用の教科書「家政学」、下巻185ページには体温測定の原則がはっきり示されています。体温は通常朝夕2回に測るべしといえども、病歴によりては数回測らざるべからざるをあり、体温器は液化に挟みて検するを常とす。その局部の汗を拭いて肘を脇側に密着せしめ、その間に挿入し、15分間にしてその度数を点検すべし。次は日本の体温計事情について。20世紀前半、スペイン風邪が流行していた前後の時代、体温測定はどのくらい普及していたんでしょうか。
朝日新聞の聞き蔵2で検索した結果を中心に紹介します。明治中期体温器を船旅1ヶ月半で輸入。体温器について従来本邦各医科館に使用せられる体温器は主にドイツより輸入せられ、しかしてその多くは同国においてあらかじめ輸出向けとして組成乱造せるものにかかり、品質不良なるのみならず、その輸入せられるにあたり手や航路一旦熱帯地圏を横断せざるべからざるをもって、幾分か目盛りに狂いを生じ、ますます不正確となれるものあれど、そのままこれを医療所に使用し、一向注意を払わざるは不親切の極みなり。しかもその不正確より引き起こす誤りは、患者に対して意外の結果を招き、危険至極の沙汰なれば、次来その職にある人は十分この点に留意し、吟味に吟味を加えし上、初めてこれを使用することを希望する。体温計はこの当時、体温器、検温器と呼ばれていました。明治時代、はるばるドイツから船で1ヶ月半かけて体温器を輸入し、途中で熱帯を通過することも目盛りを狂わせていたんですね。1918年、大正7年、日本製の検温器。小さな工場主となった自ら機械を作る鶴田博士、4年間苦心の末検温器を製作、奥様の内助の功も一通りでない。鶴田博士は大正3年頃から検温器製作を思い立ち、ほとんど4年にわたる苦心の結果、昨年の末になってようやく思う通りの検温器が出来上がった。これを製造する際に2つの大きい困難があった。1つはこれに用いるガラス管製造、もう1つは正確なる標準寒暖計と対照して度の目盛りを施すことであったが、博士は2つともこの困難に打ち勝ち、度目盛りは中央気象台の寒暖計により、ガラスも理想に近いものを得た。さて、以上の記事が書かれた1918年は、スペイン風邪の世界的大流行が始まった年です。我が国でも体温計の普及が進んだと考えられます。次は当時の体温計の選び方についてです。1927年、昭和2年。体温計の選び方。体温計の製造法は近頃大いに進歩してきたから、目立って狂ったものはないが、買う時には選び方にご注意。目盛り線は細くはっきり読みやすいもの、線の隔てが一様のもの、ガラス面にアルカリその他の結晶物のないもの、水銀線の切断しないもの、体温と一致するまでの時間があまりかからぬもの。体温計には30秒計とか1分計、3分計など名付きのものもある。しかし統計から見るとやはり脇の下では7分から15分を要する。近頃は素人にも一目ではっきりわかるのができている。すなわち平熱から最高熱までの6種の熱の度目盛りをそれぞれの色彩で区切ったもの、至って便利な体温計がある。さて、昭和の初期の体温計はどのように使っていたんでしょうか。1936年10月、なぜなぜ問答、体温計の水銀が降らねば下がらぬのはなぜでしょう。部屋の温度を測る普通寒暖計は自然に上ったり下ったりしますが、検温器の水銀は上がれば上がったきり、その場にとどまり、振り下ろさなければおりません。
それは水銀の通る道が一箇所非常に細くなって曲がっているので、水銀が膨張して上がるときは上がっても、温度が下がるとここで水銀が上下に切れ、上の方の水銀が細いところに引っかかるからです。なお体温計を使ったら、その都度忘れずに振って水銀を元に戻しておくことです。さて、学生の皆さんはこの記事にあるような水銀体温計を見たことがあるでしょうか。水銀を用いる体温計は、私が医学部を卒業した後も1980年代まで世界中のあらゆる医療機関で用いられていた最も重要な医療器具だったと言えます。次は戦前の体温計性能チェックについてです。1938年、昭和13年、クルエル体温計調べ。官房流行期に入って東京市用土科では、品川ほか3区の小学校20校に出張して、20日間にわたって一般家庭の体温計無料検査を行ったが、2636本の検査品中 6.6%、 174本が不良品と判明した。次は戦時中戦略物資としての体温計についてです。1943年7月、暑さに勝ち抜く力、勤労連成にたくまし学童の姿。ここ渋谷区幡ヶ谷原町の仁丹体温計会社工場へは、代々木校の男生徒20名と女生徒21名が勤労奉仕に配属され、野戦病院へ、軍病院へ、そして15の県民と保健に欠かされぬ体温計増産に一役。綿密な注意と繊細な手先のいる職場には、うってつけの奉仕を1日8時間がっちりと続けている。写真は体温計と取り組む学童たち。次は疎開児童についてです。1944年9月、疎開学童に体温計。集団疎開学童50人に1本の割で体温計が配給されます。これは文部科学省の学童保健対策布石の一つ。今年中に2回にわたる配給を行って、どんな山奥の両者へも漏れなく行き渡らせる。さて、今日はナイチンゲールの時代から20世紀半ばまでの体温計事情をお話ししました。学生の皆さんにとって体温測定は、あえて意識する間もなくできてしまう当たり前の簡単な行為になっているかもしれません。しかし体温計は、マスクのような自作は不可能な高度の計測機器です。かつては戦略物資とも位置づけられていました。また私たちの最も身近で日々行っているスクリーニングの方法でもあります。これを機会に体温を計測する方法やスクリーニングの考え方を振り返ってください。